いわゆる物流2024年問題によるドライバー不足などに対応するため、ヤマト運輸が配達ルートの一部を日本郵便に委託するサービスが始まりました。ヤマト運輸のトラックが今、日本郵便の荷物を集める拠点に到着しました。ここに集められた荷物が今度は各地の郵便局に配達されます。ヤマト運輸は今月1日から厚さ2センチ以下の黒猫ゆうメールの取り扱いを開始しました。このサービスではヤマト運輸が荷物を預かり、郵便局の集荷拠点まで運びます。そこから先は日本郵便が配送業務を担い、最終的に日本郵便の配達員が配達先のポストに投函する仕組みです。2024年問題対策としてライバル企業がタッグを組みました。ヤマト運輸は宅配便サービスに経営資源を集中させ、日本郵便は減少傾向にある郵便サービスの取扱量を増やせるため、両者にメリットがあるということです。